ここから、本物のグレートマスターが始まります。まず最初に、このお二人、あのマイペンライさんっていうんですよね。マイペンライ。マイペンライさん。で、あのマイペンライさんが、あのまあ、今、まあ、水田さんとユリさんっていうんですけどね。あの僕が初めて聞いた、あの。僕が初めてハーモニーに来たときに、一人で、まあ、ユリさんが来たんですけど、そのときにですね、まあ、全然知らない人たちがいたんですけど、だから水田さんとユリさんはすごい優しいしてくれたんですね、初めての僕に。全然覚えてないですよ、全然2人は。まあ、お二人にとっては当たり前のことをやってはずんでしょうけど、僕にとってはすごいこの二人はあの神様に見えましたね。僕見た瞬間、えらい怖そうな人なのかこの人怖くなかった。今日は対抗しようと。ただこのレイチャールドバリのこの目が目を合わさないようにしてくださいね。目そらしながら怖いですな。怖い怖くない。もう慣れました。ちょっとあの主役に負けないで頑張ろう。そういうお二人に助けていただいて、このマイペンライさんのね、まあ、僕は今日は歌わないんですけど、このお二人のすっごいこの絶妙なハーモニーがいいですか。すっごいめちゃくちゃハードルを上げて上げて、あの胴上げしといたらどうしたらいいか聞いてください。あの、まあ、外国の歌が多いんですが、1曲目が、サウンドオブサイレンス、サイモン&ガーファンクルですね、はい、これ私あのベース、マンチャットベースってやつなんですが、邪魔しないようにちょっと弾いてみますんで、このお二人のハーモニーとこのギターのテクニックをちょっと弾いていただければと思います。Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again because the visions of the creeping. Let me see the why was I sleeping and the vision.Within the sound of silence, in restless dream I walk alone. Narrow street of cobblestone. Next to the head of the street lamp, I turn my car to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one there disturbed.Do no more. Silence like a cancer.
1曲40円ですから、はい、そう考えると安いもんですね。あのもしよろしかったらあの見ていただくだけでも結構ですので、ね、あの500円で売ってますので、こちらでもしあれやったら購入してください。すみませんね、NM さんのライブで私のこんな CD 宣伝して、いえ、とんでもないです。申し訳ないです、本当に。まあ、あのそのうち NM さんも CD 出して、たぶんもう売りさばくと思うんですけど、ね、あんなのまだね、そんな大層だことは。はい、次、マイペンライとしては、最後の曲になりますが、次も、外国の歌ですね、カントリーロードという曲、まあ、僕が一応メインで歌いますが、こちら次あのマイペンライさんに今度は新しく入りましたあの美人ママですね。昔僕がスナック行ってた時の日あの誰でしたっけ、ふーちゃん、そう、殺しひーちゃん。あの、じゃあ妖怪市でね、バス停のスナックがあったんですよ。そこにいつも行ってたんですよ。あのその人はね、まあ、お父さんの昔の愛人でしたけどね。ね、僕はほんでね、紹介されて行って、でそこのママにめっちゃそっくりだったんですよ、今日来た時にね。これあのその人に見せたんですよ、ビデオに。これひーちゃんって言うんやけど、ふーちゃんに似てへんかって言ってたんです。私こんなに大きくないとかなんか言ってます。はい、そのひーちゃんを交えて、カントリーロードを、歌わせていただきます。
ありがとうございました。